えー、こんにちは、そっかじかのくぶですまあ、最も簡単に稼げる方法という言葉はねありますけども何が一番簡単かっていうのは人によるんですよねで私の方にご質問いただいてね簡単に稼げる方法ありませんかって聞かれるとアフィリエイトがいいんじゃないかなーって私はお話しするんですよアフィリエイトねそれは広告収入をいただくっていう手法なんですけどもアクセスを集めて自分の YouTube とか Instagram とか Twitter でアクセスを集めてね たくさんの方に見ていただけるようなアカウントにしてそこに広告を入れていくと一定の確率で売れていくってことなんですよでアフィリエイトってのも結局は手数料収入ですから広告ビジネスですから売れる見込みのある商品じゃないと商品化されてないわけですよねでそういったものを自分の視聴者さんとかフォロワーさんが買うかどうかっていうところにポイントが来るわけですけどもそれはですね普段発信しているものが例えばダイエット系健康系だと そそれれはそういいっった商品が売れやすいですすででよよねね。ってことですよ、ね、あとね、モテたいとかね、人間関係上手になりたいっていうふうな、そんな情報発信をしている。例えば、人間関係でトラブルが起きちゃったんですけども、どうすればいいでしょうかっていうふうな Q&A をね、たくさんのところから引用してきたり、アンケート取ったり、自分の体験だったりっていものをいつもいつも話している Twitter のアカウントとか YouTube っていうのは、そういうのに興味がある人が集まるじゃないですか。少なくとも人間関係とか、恋人関係とか、彼女を作りたいみたいな人が見るわけですよ。 そしたらそこにマッチングアプリとかね、そういったものの需要が発生してるからアフィリエートがかけれるってことなんですよ。その他にも、ネットワークビジネスってのがありますよね。ネットワークビジネスってぶっちゃけ商品どうでもいいんですよ。マーケットなんでもいいんですよ。人間関係の構築が上手な人が買っていくんですよね。まあ、ですんで、どんな商品を扱おうが、どんなマーケットだろうが、人と仲良くするのがね、好きな人っていうのはうまくいきやすいんですよ。でも人見知りをしたりとか、人前で上手に喋れない方は、 できませんですので友達を増やすのが下手な方はああいった代理店系のビジネスはしない方がいいかなと思いますそういう意味でも人の力量によって簡単にできそうなものとちょっと難しいものっていうのは分かれてくるんですよねそういうふうに考えてみるといいと思いますまだ YouTube ってのもありますよ YouTube で広告収入とか YouTube の中でのセールスしてもいいんじゃないですかまあいろいろと私アドバイスするんですけども、まあ、久保さんどれもこれも難しいですと言われることがありますうん ビジネスっていうのは人によっては難しいと思えるものがあると思います。でもそれを乗り越えて難しいものを簡単にしたときにやっぱり収益が入ってきますし、そうなった時に参入障壁があって他の人は難しいと思って来ないので自分の売り上げが保てるわけですよ。そう思いませんかでもう一個ね、聞いてみたいことがあるんですけども、じゃあ難しい難しいって言うけども、じゃああなたが今お金を稼いでる方法は難しいんじゃないですか簡単ですかどっちですか今やってる方向で 難しいと思うから他の方法を探し始めたと思うんですよ。それとも、いろんなもの難しいと言ってる中で、一番簡単だから今の仕事に疲れてるんですかね。今の収入源になってるんですかね。まあそういうことも考えてみると、いかにご自身でおかしいことを言ってるかっていうのがわかるはずなんですよ。まあですんでね、最初からできるということはありませんから、できないところから始めていって、少しずつできるようになっていけば、その度合いに応じた収入が入ってくる。ただそれだけのことです。よくね、 速化塾に入っていうふうなご質問されますけどももちろん稼げますよただしあなたは稼ぐまでやるんですかって質問が私からも浴びせられなければならないですね稼ぐまであなたやるんですかと稼げないうちにやめちゃうのに稼げるってことはありませんもうそれに尽きるんですよこの理路整然とした短い言葉の中に全部が入ってます難しいからできないそれはある意味難しいことをやってるような気がしますけどもあなたが難しいことができるようになった時に 他の誰もが追いつけないようなそんな立ち位置にいるってことなんで安定した収入が守られるってことじゃないですかそれをどういうふうに捉えるかですよね自分で簡単に入れるってことはみんな簡単に入れちゃいますからそうなると結局過当競争が起きて今の状況は変わらないってことなんですよインターネットの業界がなんでね特定の人に売り上げが集まるのかそれは特定な人になろうとしてなった人だけが利益を得る形だからですよで次はもうあなたの番ですよ あなたが一握りの誰かになる。それは可能です。十分可能です。まあ、やってみることだと思います。それでは、